滝井工作4月4日から1984年11月21日は、日本の小説家、俳人、編集者、文化功労者、配合は織芝。はじめ俳句を川藤壁ごとをに指示し、神経交俳句運動に携わったが、作家に展示、私小説、リアリズム小説を執筆。小説を芥川龍之介、志賀直也に掲示した。 特に恋愛小説の傑作と称された、無限法要で知られる。岐阜県大野郡高山町、馬場通に、新三郎雪の次男として生まれた。新三郎は、名人と言われる差し物師であった。1900年6歳、高山尋常小学校へ入学。1906年、母雪没。 町の魚問屋にデッチ暴行し、1908年、店の隣の青年に俳句を教わった。1909年、全国俳句案ができた川島壁語島に認められ、串への投稿を始めた。号は折芝。1913年には最初の小説、息を投稿し、小木原聖泉水にも認められた。1914年20歳。 東京市神田区の特許事務所へ展示、壁後藤、中塚一碧郎、大須賀お辻らと区作し、小説、夜の鳥を新聞連載した。1915年壁後藤が始めた、串、海暮れないの編集を手伝う。1917年から壁後藤、中村不説らの陸長書道研究し、龍、眠りの編集にあたり、 この書道と、壁ごとの影響下に干渉した脳を、文学の糧とした。1919年時事新報の文芸部記者として、芥川龍之介を知った。吉原にいたことのある、江ノ凛とと結婚した。翌年、改造の文芸欄担当記者として、志賀直哉を知り、安夜航路を改造にもらった。1921年27歳、勤めを辞め、後に、 無限法要にまとまる小説の雑誌掲載を始めた。翌1922年、そのヒロインのリンが亡くなった。滋賀直屋に誘われ、滋賀の住むわびこへ移った。家族のように扱われ、毎日の夕食に招かれるほどであった。1923年29歳、滋賀の引っ越しを追って京都へ移った。滋賀夫妻の売借により、篠崎凛リンと滋賀邸で挙式結婚した。 銀は、滋賀の阿孫子時代に産場として出入りし、京都では、滋賀夫人の看護婦喧嘩政府として、滋賀邸に住み込んでいた。翌年長女を得た。芥川の弟子と目され、小島正次郎、佐々木茂作、南部修太郎と共に、龍門の四天皇と呼ばれたこともある。1925年31歳、滋賀を追って、奈良へ移った。京都、奈良では、自社、博物館、 古式の年中行事などから古典文学を学んだ。1927年、芥川の葬儀に上京した。無限法要を出版した。1930年36歳、八王子市へ移った。故郷の町で林は三場を改良し、家計を助けた。1932年、釣りを始めた。1935年、創設された芥川省の選考委員となった。 1936年、鉱山に一人暮らしであった父、新三郎没。1937年、川戸を壁ごと没。この年まで、海くれない市への寄港を続けた。1938年44歳、内閣情報部の要請で、武漢作戦に従軍し、その報告を新聞に載せた。1939年から1946年まで、 小説を書かなかった。1941年から1944年まで陸軍航空本部の食卓として電報を閲覧した。1945年8月1日の八王子空襲の時、自宅はエレクトロン症夷弾を消して焼け残った。1941年8月に日本精神道場で行われた大制翼産会主催の第一回特別修練会に 中村村を横光リーチらと共に参加。1950年56歳、文断俳句会が復活し、毎月出席した。風俗者、上知者が量産される数世に背き、風景小説を書き始めた。1953年から1957年、志賀直哉夫妻と小旅行をする会に同行した。1954年、将棋二段を免許された。 また、日本将棋連盟では、プロアマ問わず、団員面上には、滝江の文面を使用している。また、譲りにも励んだ。1959年65歳、日本芸術委員会員となった。1961年、編参に当たった、小沢壁道区集が、読売文学賞を受けた。1969年74歳、短編集、野手が、読売文学賞を受けた。 1969年、君三道随法書を受けた。長編、廃人仲間に着手した。1971年77歳、滋賀直哉没。高山氏名誉市民になった。この夏限りであゆ釣りをやめた。1973年、滋賀直哉全州の編集委員になった。廃人仲間を上司し、翌年度の日本文学大賞を受けた。 1974年80歳、文化功労者に押された。1975年、軍に当隅法省を受けた。八王子市の名誉市民に押された。1977年、初めての書の古典を催した。1978年、中央公論社で全州の観光が始まり、翌年完了した。1982年、芥川省選考委員を辞した。 1984年90歳、11月21日、旧成人不全により、八王子市の病院で死去。1974年から発表していた、俗廃人仲間は、未完作に終わった。娘の信子は、国文学者の小町や照彦夫人で、版画家。一生の春父、滝井耕作など父を追加する著作がある。 書誌は出典の項の滝井工作書士及び滝井工作全集別館に詳しい。以下には主な単行本の初版の出版社出版名を記す。小説集、随筆集などの収録作品には重複が多い。ありがとうございます。